アナウンス能力だけでなく容姿やキャラクターも注目される女性アナウンサー。個性豊かなアナウンサーが多数活躍していますが、特に美人が多いと言われるフジテレビの女子アナが人気ですね。そこで今回はフジテレビで最強に美人だと思う女子アナトップ11をお送りします。第11位、海老原由香。1994年4月3日生まれの現在30歳。血液型は B 型。学習院大学3年の時にミス学習院コンテスト2015でグランプリ、ミスオブミスキャンパスクイーンコンテスト2016で準グランプリに輝くほどの美人です。2017年4月フジテレビにアナウンサーとして入社。同期入社には現在フリーアナウンサーとして活躍している久慈暁子アナがいます。2020年に放送されたさんまの FNS アナウンサー全国一斉点検2020で2人の不仲説が話題になり、その真相を検証する VTR も放送され共演者たちを驚かせました。ですが久慈暁子アナが退社する1ヶ月前に海老原アナがインスタグラムで久慈アナにサプライズをした様子を公開しています。第10位、竹俣紅。1998年6月27日生まれの現在26歳。血液型は A 型。将棋の元女流棋士でタレントとしても活躍した竹俣アナ、美人すぎる女流棋士として有名となり、クイズ番組やフジテレビのワイドナショーなどに出演し話題となりました。早稲田大学在学中には写真集を出版するなど、当時から知的で美形なルックスがネット上で美人と評判です。以前にはお笑い芸人カズレーザーさんとの六本木でのデート現場をツーショット写真付きで報じられています。2021年4月フジテレビにアナウンサーとして入社しています。現在はライブニュース、イット、みんなの競馬などに出演しています。第9位、小室絵里子。1999年3月2日生まれの現在25歳。血液型は A 型。大学3年の時に出場したミス青山コンテスト2019で準ミス青山に選ばれるほどの美人女子アナです。あきらりこという名前はフジテレビの元アナウンサーだった中村絵里子さんのように綺麗になってほしいという思いを込めて名付けられたそうです。現在は目覚まし8などで活躍中で、青山学院大学在学には海外でのボランティア活動やタイ、ラオスなど旅行経験があり、パリオリンピックの中継キャスターとして活躍しました。第8位、藤本万梨乃。1995年10月30日生まれの現在28歳。血液型 AB 型。3サイズはネットの予測では B87W62H89 の推定 E カップと言われていて、女子アナ屈指のスタイルを誇っています。また東京大学出身で才色兼備の女子アナとして認知されており、学生時代はノンノの読者モデルやアベマニュースや BS 朝日のニュースアクセスの学生キャスターを務め経験を積んできました。2019年4月フジテレビにアナウンサーとして入社。東京大学の同期 TBS の篠原里奈アナと親しい関係で、インスタグラムにもたびたび登場しています。現在は目覚ましテレビ、ミスターサンデーなどに出演活躍しております。第7位、原田葵。2000年5月7日生まれの現在24歳。血液型は AB 型。アイドルグループ桜坂46の元メンバーとして有名ですね。他局ではテレビ朝日の斉藤千春アナや日本テレビの市來玲奈アナが坂道グループから女子アナになっています。2015年に欅坂46の1期生オーディションに合格し、アイドル活動を開始。学業専念のため一時期休業しますが、その後学業とアイドル活動を両立させ、2023年3月に法政大学社会学部卒業。卒業式では司会も務めたそうです。2023年4月フジテレビにアナウンサーとして入社。朝の情報番組目覚ましテレビのリポーター、木曜日のフィールドキャスターとしてレギュラー出演を開始し、本格的にアナウンサーとして指導します。谷は昼の帯番組ポカポカの木曜日進行アナウンサーとして出演中。桜坂からの根強いファンも多く、可愛いと人気ですね。第6位、小沢陽子。
1991年7月29日生まれの現在32歳、血液型は B 型、167cm の長身でモデル並みのスタイルで人気の小沢アナ。慶応義塾大学在学中には2012年度ミス慶応コンテストに出場しグランプリに輝いています。2015年4月アナウンサーとしてフジテレビへ入社。同期には新見由佳アナ、宮島奈美アナがいて、宮地アナとは偶然にも生年月日が同じだそうです。入社後は目覚ましテレビ、みんなの競馬、ライブニュース、イットなどに出演。以前に出演していた全力脱力タイムズではメガネ姿を披露。知的でさらに色気がすごいと話題となりました。フォロワー14万人のインスタグラムではニットやおしゃれ衣装などをアップしています。現在は育休中ですが、YOUTUBE チャンネルで近況が確認できます。第5位、長島優美。1991年11月23日生まれの現在32歳、血液型は A 型。目覚ましテレビを5年間、2021年3月末から目覚まし8の総合司会を務めた。フジテレビの朝の顔として人気の長島アナ、目鼻立ちがくっきりしたハーフっぽい美人でスタイルも抜群です。関西学院大学在学中、ミスキャンパス関西学院のグランプリを受賞。また初代神戸ウェディングクイーンに選ばれるなど、誰もが認める美貌の持ち主です。2014年4月、フジテレビに入社。入社後、フジテレビパンシリーズの9代目、ユミパンとして活躍。朝の情報番組、目覚ましテレビに出演を機に、人気女子アナとなりました。現在は育休中、インスタグラムなどで現在の様子を発信しています。第4位、佐久間みなみ。1997年11月18日生まれの現在26歳、血液型は O 型。12歳から16歳までアメリカ、ペンシルベニア州に住んでいたそうです。高校2年の夏に帰国後、上智大学国際教養学部に入学。在学中は、渡辺渚アナも在籍していた生島企画室所属の女子大生タレントとして活動し、ファッション誌キャンキャンの専属読者モデル、キャンキャンイットガールとして活躍。大学3年時にミスソフィアコンテスト2018でグランプリを受賞します。圧倒的な美貌だけではなく学業も極めて優秀で、上智大学学業優秀賞を2度受賞していて、TOEIC での最高得点は945点、韓国語能力試験トピックで初級認定、食育栄養コンサルタントの資格も所持しています。2020年4月フジテレビにアナウンサーとして入社。現在はスポルトのメインキャスター、全力脱力タイムズ第3代アシスタントとして活躍中です。第3位、宮島奈美。1991年7月29日生まれの現在32歳、血液型は O 型。ショートカットが似合う美人な女子アナとして人気の宮地アナ、女子アナ全体でも屈指の美貌と言われています。大学在学中にミスサークルコンテスト2010でグランプリを受賞。大学を半年休学し、シンガポールの広告代理店などでインターンシップを経験するなど多彩に活動。大学卒業後、2015年4月アナウンサーとしてフジテレビへ入社。入社後は目覚ましテレビ、目覚ましテレビアクア、スパークのキャスターを務め、2020年には写真集、スパーク特別編集、宮島奈美フォトブック、まっすぐを発表。健康的な美ボディを披露しています。現在はフリーアナの加藤彩子アナから引き継ぎ、ライブ、ニュース、イットのキャスターを務めています。ビジュアルだけでなく、アナウンススキルにも定評がある宮地アナの活躍に注目ですね。第2位、井上聖花。1995年4月23日生まれの現在29歳、血液型は B 型。フジテレビの人気アナウンサーとして活躍中の井上アナ、青山学院大学に在学中ミス青山コンテスト2015のファイナリストに選ばれるほどの美人で、セントフォースに所属し日本テレビニュースゼロのお天気キャスターを。現在 TBS アナウンサーの吉原亜美アナ、テレビ東京の田中ひとみアナと曜日を交代して担当しました。当時より可愛いと人気だった井上アナ、フジテレビに入社後は
朝の情報番組、目覚ましテレビの8代目メインキャスターとして活躍します。明石家さんまさん司会の、ほんまでっか？テレビ、にも進行役として出演。2022年には、地元福岡県の福岡ペイペイドームで行われた、福岡ソフトバンクホークス開幕戦で、始球式を務めていて、ネットにその様子が上がると、その姿が話題となりました。愛称の、菓子パン、は、フジテレビ伝統の〇〇、パンというニックネームの系譜と、石橋貴明さんから、名前が、セイカ、だけにね、と名前と、セイカパンにちなんで付けられました。2023年には、体調不良を理由に、目覚ましテレビをお休みする事態が発生し、ネット上では、働かせすぎでは、休ませてあげてください、などの声が上がっていました。現在は、体調も回復したようで元気な可愛い笑顔でテレビに出演中です。第1位、堤礼美。1993年11月23日生まれの現在30歳。血液型は O 型。アメリカ合衆国カリフォルニア州サンノゼ出身。大妻女子大学人間関係学部卒業。女子アナ全体でもトップクラスの美貌で人気の堤アナ。大学在学中に、フジテレビのアナウンススクール、アナトレに通い、BS フジニュースの学生キャスターを務め、人気女性誌、ノンノの読者モデルとしても活動していました。2016年4月、アナウンサーとしてフジテレビ入社。入社後は、目覚ましテレビ、目覚まし8、みんなの競馬、などに出演。みんなの競馬の企画で写真集も出版されています。現在は、FNN、ライブニュースアルファに出演されていますが、番組中、堤アナのアップが多いのでは？堤アナのアップよりもニュースが小さくなった場合、ニュースに目がいかない。そういう場面が何度もあったなど、早朝番組、フジテレビ批評で放送され物議を醸しました。ニュースも見るので、美人な堤アナのアップは止めないでほしいですね。